今日の上野動物園。ブロコは締め出さない、締め出すとか分けなくて大丈夫なんですけど、ちょっと分けたけれども、分けて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 、揺れるのが続いてるんですよ。あたりがね、肉とか毛布が囲った話だから、気づいてんね。どうだって言ってるみたいな傷は。まあ、リギも来たよ。
これは回収するわな。わあ、ベビーや、ベビー出てこないな。これ赤ちゃんだ、赤ちゃん。ベビーや、ベビーだよ。ベビーだよ。マミポジベビーや。マミポジベビー。え、マスミンドは。キミンドは。このスキンポスは帰るわ。このスキンポス。このスキンポス。あ、フラッシュだ。フラッシュだ。フラッシュダメだよ。いや、また遊ばせるんだ。あそこで遊ばせるんだ。うん。あれ、ちょうどいいんだ、あそこ遊び場で。ちょうど遊び場で。ベビーベッドみたいな。狙ってんぞ、後ろで。どうかね。なんかしてごらん。うん、乗れ、今乗れって言ったんだけど。ミキちゃんが下にいるんだよ。ペイント。ペイント。あれ。ペイントかけたよ。あ、ダメだ。今力が狙ってからね。お兄ちゃんしたいのか。あれ下に入っちゃったね。あれ。なんだよって。ああ、怒ってました。おお。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん怒ったよ。あ、とうとうちゃんだ、あ、とうとうちゃんもいたんだ、トトがいたんだ、そこに。あ、そうか、もうトトが怒るかね、トトさんね、すごい声でびっくりした、今びっくりしちゃった、今、トトさんに怒られてシュンとしちゃった、ほらシュンとしちゃったシュンとしちゃったトトさん、めったに声出さないの、いろいろいや、ここのとこずっとね、父さん声出していたんね。そう、遠慮しなくなった。もうね、この間もリギニアがギャーッと。でもね、母ちゃんは大人だから。あの声じゃびっくりしたよね。いや、リギニアびっくりしちゃったよ。びっくりした。大事になる前に声出してた。あ、一回休憩。ね。ほら、なんかめっちゃ好奇心か。せっかくびっくりしたり言ってね、下でね、言ったりしてたでしょ。兄弟二人でわさっと来ちゃったもんね。ゆきちゃんほんでね、あそこにほら、棒持ってきたから余計ね。行っちゃった。